ちょっとご専任の茨城おもしろ研究所オフ会の中ではですね、来ていただいてありがとうございますというのが乾杯と同じぐらいの大きく出たので、皆さん来ていただいて乾杯、皆さんで呼んでいただければと思います。大いと呼んでください。大いでいいんだ。せーのと言いますよ、皆さん大いと呼んでください。多分出てきてくれると思いますので、じゃあ行きますよ。せーの、おーい。茨城面白い、茨城面白研究所。茨城生まれのスーパーベリーショート巨漢のグラビアアイドルデレコです。うーん、なっ。ラッパーチャンスはもうね、この茨城おもしろ研究所では、ね、おなじみの、ありがとうございます。今日ちなみに、あっ、もうシャッターチャンス終わってないです。終わってないです。初めてだからね、恥ずかしい。処理するの忘れました。取らないでください、処理してないから、恥ずかしいです。シャッターチャンスかもしれません。はい、遠回しにシャッターチャンスと言ってくれてます。今日は 何をしてくれるんですか。今日は初めて皆さんとお会いできたので、はいはいはい、握手会、撮影会したいと思います。おお、いいんですね。いいんです。そうね、これがデレコちゃんでございます。ラブです。はい、はい、ありがとうございます。今日は特別だぞ。いや、だってまだもう最後に一応今日私、はいはい、握手と撮影会と、はい、チャリティーオークション。おお、アイドルといえばやっぱり私物のチャリティーオークション。ああ、私物、私物、私物を持ってきたの。私物はこちら、結構履いた靴下。おお、ちゃんとおおってなってましたよ。洗濯済みです。あー、残念。あー、ごめんなさい。そして私物ともう一個、今日はサプライズで、はい、こちら初めてできたデレコのステッカーです。世界に1枚だけのステッカーです。初めてサイン書いたんですか。サインが、これは1セットで、セット、あ、チャリティーします。じゃあこのコンビニ袋ごと、はい、皆さんに買っていただくチャリティーオークションですね。オークション収益はチャンネルのために使います。あ、何に使ったかも言います。なるほど、ちゃんとね、そこはちゃんと、うん、はい、じゃあ一応0円からでいいですか。0円だった場合わっちゃうんだ。1円からする。わかりました。じゃあ、こちらじゃあ1円からスタート。5円、10円、150円。
チャンネルのために何使ったかちゃんと言います。そうですね、ちゃんとね、この収益はこれ今回得た収益でこの動画撮りますとかね、そう言いますので、ありがとうございます。絶対ちゃんと伝えますからね。はい、ぴったり、ありがとうございます。富士さん、お名前は？トミちゃん、トミちゃん、映っても大丈夫な人？あ、大丈夫ですよ。あ、トミちゃん、トミちゃんがこれオークション落札してくれました。じゃあいい、トミちゃん撮って、そう撮って、引っ張っちゃう、これ入って、あ、あ、あ、出る子聞いて一発、出る子聞いて一発。トミちゃん、ありがとう、ありがとうございます。というわけでございまして、はい、皆さん今日ねゲストで来てくれましたデレコちゃんでございました。ありがとうございました。写真大丈夫なの？最後ポーズしかくて大丈夫だよ。あれあれパッチョン、これあのこれで30秒過ぎますと今が30です、失格になります。今は失格を、じゃあちょっと改めて、はい、お客さんの写真整理、よーい、スタート、開きます、あ、本番開きます、これ開きます、あ、ここだ、あった、壺があった、あった、マジで来る、マジで来る、あ、え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 